アブドゥルクーリー島はアラビア海にある島。イエメン領であり、アデン湾の湾口、ソコトラ島とソマリアの間に位置する。東西方向に 36km ほどの長さを持つ細長い島であり、面積は133平方キロメートル。山がちな地形であり、乾燥気候のため、植生は少ない。3つの集落があり、人口は約3000人。 行政上は、ソコトラ県に属する。ソコトラ諸島の地形図、アブドゥルクーリー島は左下。AB、ソコトラガバナンスバイオダイバーシティプロジェクト、ウェルカムツーソコトラ10062011、オボッドアルクーリー。エンサイクロペディアブリタニカ、エンサイクロペディアブリタニカオンライン、エンサイクロペディアブリタニカ。 2011 Web 6 October 2011 Geonames National Geospatial Intelligence Agency Retrieved 3 December 2011ありがとうございます。